ル YouTube エリオクエスのセイテムです。12月も、終わりに入りまして、まあ、今年も終わりな感じなんですけども、まあ、この時期かなりいろんなケープバルブ、花がカラフルなケープバルブもいっぱい咲くような時期になってきたので、見るのが楽しい時期になったんじゃないかと思います。というわけですね、今回はなんとですね、2020年通算で、人気だった植物トップ5を、その育て方とかと一緒に、まあ、ご紹介していきたいなというふうに思ってます。でですね、この動画の最後にですね、まあ、告知もございますので、ぜひ最後までご覧になってください。というわけで、2020年ベスト5を発表していきたいと思います。というわけで第5位から発表させていただきたいと思います。じゃん。はい、こちらですね、ラケナリアピグマエア。第5位はラケナリアピグマエアでございます。普通のラケナリアって、あの、まあ、花茎が上にヒュッと伸びてから、その花茎の先に、この辺に花をつけるのが多いんですけども、これはですね、地面の近いところに花をわしゃっと咲かせるという、まあ、ちょっとね、ラケナリアとしてはちょっと変わったタイプのラケナリアになります。このラケナリアピグマエなんですけども、まあ、南アフリカの、ケープ地方の南西部に割と、まあ、広く分布しているラケナリアなんですけども、これはあの、なんですかね、まあ、どっちかというとマッソニアっていう、葉っぱがこんな感じに、2枚の葉っぱが、ピタッと、地面の近くに伸ばして、その間に、まあ、花を咲かせる、かなりマッソニアに近い見た目をしたラケナリアになります。まあ、今これちょっとあの片っぽに葉っぱが寄っちゃってなんかてるんですけど、まあ、基本的には2枚の葉っぱを、こう左右に対称に出して、その間に花を咲かせるっていう感じの見た目になります。これですね、もう12月の終わりなんですけども、今の時期で一番、まあ、花も終わる時期ですね。花咲くのは、まあ、12月の初め頃から今年は咲いてたんですけども、まあ、初めというか12月の中旬ぐらいですね、12月中旬ぐらいから、まあ、2週間ぐらい花咲いてて、でもうこれ、エリオクエストにある最後に残った花です。はい、もうこれでそろそろもう花は終わる時期になってます。栽培方法の方もちょっと、まあ、ご紹介していこうと思うんですけども、まあ、基本的にはですね、どんなケープバルブもエリオクエストでは同じ管理してます。具体的には、まあ、ケープバルブって基本的にすごく日の光が好きなやつなので、まあ、直射日光に、まあ、がよく当たる、直射日光が1日よく当たるような場所に置いて、で水は、1日水は土の表面が今割と乾いてますけど、まあ、こんな風にこれよりもうちょっと乾いたら、まあ、完全に土の表面が乾いたら、下から出るぐらいたっぷりあげるっていう繰り返しで、栽培することができます。ですね、まあ、今年ちょっと例年よりといいますか、去年がすごく暖かい冬だったんですけども、今年は例年通りちょっと冬が寒いみたいなので、そうですね、まあ、体感温度なんですけど、マイナス5度ぐらいまではうちのハウス下がるんですけども、それでも、大丈夫、普通に生育してます。ただですね、大丈夫とは言ってもマイナス5度に下がって大丈夫なのは、もう土の温度とかが昼間に火に当たってしっかり土の温度とか上げておいたら、マイナス5度とかになっても大丈夫っていう話なので、そういう意味でも日陰じゃなくて、日当たりの良いところに置いて、管理して仕上げることをお勧めします。でですね、まあ、かなりそんなマイナス何度とかまで下がるような時は、まあ、できる限り土を、乾燥状態に保っておいてあげると、まあ、失敗が少なくなります。はい、と、まあ、こんな感じで、まあ、栽培方法としてはそんな感じになります。あとですね、休眠に入る時期なんですけど、まあ、今これ冬型ケープバルブですので、4月とか来年の4月ぐらいに入ったら、3月の終わりから4月ぐらいにはもう葉っぱも完全に落として球根だけになって休眠します。そしたら、日陰に置いて水は一切やらずに、で9月次の、年の9月ぐらいになったら、勝手に水やらなくてもなんか葉っぱ出てくるんで、そしたら日当たりのいいところに移動させてあげて水やりも再開するという感じで大丈夫です。はい、日陰に置いてあんまり直射日光に当てて土の温度を上げすぎて球根が煮えるとか、そういうことにさえ気をつけておけば、基本的に、冬越し、夏の休眠も、まあ、そんなに失敗は少ないと思います。まあ、ラケナリアの中で、ラケナリア基本的に花が綺麗なんですけども、まあ、こういう、マッソニアみたいな地面の近くで咲くラケナリアの中ではかなり花の色がね綺麗な方なんで、まあ、ちょっとおすすめなラケナリア、僕も大好きなラケナリアです。はい、ラケナリアピグマエなんですけども、ラケナリアピグマエ、ちなみにですね、ピグマエっていうのは、まあ、ピグミ、矮小なっていう意味なんですけども、その名の通り、小さめのラケナリア、普通のラケナリアここまで
あの高く葉の、あの葉っぱが高かったりとか花もすごい高いところに大きなやつを咲かせるんですけども、まあこれはかなりコンパクトな矮小なちっちゃいラケナリアという意味でラケナリアピグマヤっていう名前になってます。はい、続きまして第4位を紹介させていただきます。第4位はこちら、じゃん、はい、マッソニアジャスミニフローラでございます。これもですね、先ほどのラケナリアピグマヤに似たような、まあ、マッソニアなんでマッソニア特有の、2枚の広い葉っぱと、まあ、真ん中に花を咲かせるみたいな感じで、まあ、マッソニアの見た目をしてます。これですね、マッソニアなんですけども、あの今花の時期は今から、まあ、今そうですね、今真っ盛りな感じですね。1週間ぐらい前から咲き始めて、で、まあ、ばらつきはあると思うんですけども、まあ、2週間ぐらいはあの複数の株持ってる方であれば2週間のぐらいの、あの期間は花を楽しめる感じですね。はい、でマッソニアジャスミニフローラっていう、まあ、名前なんですけども、まあ、ジャスミニフローラって、まあ、ちょっと想像がつく通りジャスミンのような香りをするという意味なんですけども、まあ、こちら、まあ、そこまでジャスミンの香りはしますが、まあ、ちょっと花をね近づけて嗅がないとわからないぐらいのそんな強い匂いではないです。まあ確かにジャスミンの匂いはしますけども、まあそんな感じです。はい、でこのねマッソニアジャスミニフローラなんですけども、まあ生えてる場所があのちょっとね高山地帯、山の高いところに生えてて、まあ雪も降るようなところに生えてるんですね。普通のまああの下の方に生えてるのってまあ平均気温というか最低気温が10度ぐらいなんですけども、原生地でこれは山の上に高いところに生えてる分、まあ氷点下行ったりとか、まあ雪も降るようなところなんで寒さにはかなり強いんじゃないかと思います。はい、これも同じようにねマイナス5度ぐらいまでうちでは同じ管理してるので、そこまで下がっても特に問題はなく育ってます。で管理についてなんですけども、さっきのラケナリアピグマヤと同じ感じで、まあ、直射日光がよく当たるようなところに置いて、お水も、土の表面が乾いたらあげるっていう感じで大丈夫です。でですね、あのこのマッソニア特有のこのピタッとした葉っぱなんですけども、日陰に置いたりするとこんなに綺麗に葉っぱがピタッとならずに、ちょっと上にまあ伸びろっと伸びちゃったりして、ちょっとね見た目が良くなくなるので、日差しはすごい大事な植物になります。ですね、まあ、休眠に入るのも、3月の終わりから4月の初めとかそんなあたりに休眠に入るので、休眠中の管理も日陰に置いて水はやらずに、で9月ぐらいになったら、まあ、葉っぱ出てきますので、そしたら日当たりのいいところに移動させてあげて、まあ、水やりも再開するという管理で大丈夫です。はい、でですね、このマッソニアジャスミニフローラなんですけども、花も可愛いんですけど葉っぱもねちょっと模様が入ったりするんですよね。これかなり個体差があるんですけども、まあ、このマッソニアジャスミニフローラこの個体はまあちょっとね、まあそこんなに強くは入ってないんですけども、ものによってはこの紫の模様の部分がすごく多かったりとか、逆に模様全く入ってないっていう、そういう個体もあります。葉っぱはかなり個体差が激しい感じですね。はい、というわけで、第3位をご紹介させていただきます。第3位はこちら、じゃん、はい、エリオスペルマムパラドクスムですね。これかなり人気の、もうエリオスペルマムの中でも一番高い人気をダントツで誇るエリオスペルマムになってます。まあ、あの見ての通りこのもしゃもしゃした、木の枝みたいな葉っぱ、これ葉っぱなんですよね。これは葉っぱの一部です。これで一枚の葉っぱなんです。でこれ あのところに白い、まあ、毛がいっぱい生えて、なんか雪が積もったみたいになるっていう、まあ、毛玉みたいになる可愛いエリオスペルマムです。でエリオスペルマムパラドクスムっていう名前なんですけども、パラドクスムっていうのはパラドックス、矛盾したっていう意味の名前になるんですけども、はい、こちら割とね面白い話もあるので、どういう矛盾をはらんでいるのかというのも別の動画でちょっとねこれからご紹介していきたいと思うので、そちらも、ちょっとご期待ください。でこのエリオスペルマンパラドクスムなんですけど、もちろん花も咲かせて、花がねかなり豪華なんですよね。この今年はこの大きさだと花咲かなかったんですけども、もう来年ぐらいになったら花咲くかなぐらいの大きさですね。花もですねかなりね大きめの花を咲かせまして、まあ、かなりすごい強い匂いを放つ、まあ、綺麗で香りもいい花です。エリオスペルマムの花は基本的にはあの葉っぱが出る前、9月の初めぐらいに花を咲かせて、で花が終わったら葉っぱを出してくるっていうサイクルになります。なのでですね、まあ、もしうまく育てて大きくすることができたら来年あたりには花が見れるかもしれないです。あとですね、この葉っぱ今1枚だけなんですけども、どんどんね下の芋が、今多分これ下の芋が1センチとかそれぐらいだと思うんですけども、もっと芋がね5センチとかぐらいまで大きくなってくると、どんどんこの葉っぱの数が増えてジャングルみたいになるんですよね。
はい、それがですねこちらです。はい、もう完全にこれがこうなるという感じなんですけども、すごくないですかこれ。はい、前も何回かこれご紹介してると思うんですけども、これそうですね10年ぐらいは経ってる株になると思うんですけども、下の芋も多分10センチぐらいは大きいのがギチギチに入ってると思います。これねすごいですよね、1本でこんな感じなんですよ。もうこんなもんでどんどんいっぱい増やしてね、一緒にまとめて植えたりしたらもうすごい感じになるんじゃないかという感じで、ここまで大きくしてみてください。はい、で管理についてなんですけども、基本的にはまあ他のケープバルブと同じ管理で大丈夫です。これもですね割と寒さにそんなには弱くないので、まあこのやつと同じ感じで、うちではマイナス5度ぐらいまで耐えてるやつですね。リオスペルマムって血とか、まあ全部全般に入れるんですけども、小さいうちはねちょっとまあ寒さに弱かったりするんですけど、もう大きくなってくるとねかなりいろんなストレスに強い植物なので、まあ大きくなればなるほど栽培難易度は下がってくると思います。はい、というわけでついにですね、第2位をご紹介させていただくんですけども、はい、こちらパウルチアの58セットですね。パウルチアも、まあ、南アフリカにもかなりたくさんの種類が分布してまして、で他のケープバルブと、まあ、ケープバルブとか多肉なんですけども、まあ他のケープバルブほどは日当たりもいらないんですね。原生地だいたいその岩の隙間とか、まあ、半日ぐらいしか直射日光がないところに、ね、生えてる種類が多いので、まあ、窓際とかあんまり直射日光が当たらないところでも綺麗に作ることができて、まあね、初心者の方とかにもかなりおすすめな植物になってます。まあ、いろんな感じの可愛いハウルチアを5個セットにして、販売しております。はい、こちらのセットなんですけども、まあ、アソートセットで、中身はちょっと、毎回変わったりするんですけども、綺麗なやつを選んで発送させていただいております。はい、というわけで第1位を発表させていただきます。1位はじゃん。はい、何も奪ってないです。はい、はい、というわけですね、土なんですけども、こちら、うちのエリオクエストで全ての植物に、はい、使用している賢者の土という、まあ、土培養土でございます。はい、土はですねかなり栽培において、まあ一番と言っても過言じゃないほど重要なものですね。植物に合った土を使うことで、栽培難易度とかねがねかなりぐーんと下がって、すごい綺麗に作ることができるので、土のね土選びはかなり重要になってきます。こちら基本的にはですね、この土は、多肉とかケープバルブとか開墾とか全部にこれ使ってるんですけども、まあ南アフリカとか あっち系のケープバルブとかには水はけのいい土が少しすごい重要になってきてまして、でプラスですね、まあ、保湿性もあるという感じで、まあ、バランスのいい土になってます。でですね、できる限りですね、まあ、ちょっとアドバイスなんですけども、土は、いろんなできる限り共通の土を使った方がいいです、おすすめです。なんでかって言いますと、土の中の環境がすごい予測しやすいんですね。同じ土を使うと、あっちの植物にはこの土使って、こっちの植物にはまた別の土使ったりってすると、水やりとかもね、あれ今どこれ土の中どれくらい湿ってるのかなとかっていうのがすごい煩雑になって予想しにくいんですね。なのでできる限り共通の土を使った方が、管理はしやすくなって失敗も、しにくくなるという感じです。OK ですね。もし、植え替えをこれからされるという方や、まあ、どんな土を使ったらいいのか迷ってるっていう方は、賢者の土販売中ですので、ぜひこちらも、見てチェックしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。割とですね、今年に一番人気だった植物を、植物もじゃないのも入ってましたけども、トップ5紹介させていただいたんですけども、どれが一番お気に入りか、他にもこんな植物が欲しいなとかいうのあれば、下のコメント欄にどんどん書き込んでいただけると、嬉しいです。はい、最後にですねちょっと告知がございます。ですね、まあ恒例のですね福袋を今年の終わりと、まあ、お正月あたりに販売させていただく予定となっております。この福袋ですね、12月27日から、まあ、予約開始で1月1日に、販売開始となっております。でですね、まあ、これちょっと気をつけていただきたいんですけども、発送がですねちょっと1月の中旬あたりにかなりたくさんのご注文いただくことは予想されておりますので、1月の中旬あたりにまとめて発送させていただくことになっております。なので少々半月ほど、発送にお時間をいただくようになっておりますですね。かなり毎年すごい
ご好評の福袋なんですけども、今回はですね、なんと3つに、大中小みたいな感じで、3つの、福袋をご用意させていただきました。まあ、ちょっとあの入門向けな、やつからかなりもっとたくさんいっぱい入ったやつまで、3種類ご用意させていただきますので、ぜひなんか自分にぴったりな福袋を見つけていただければと思います。かなりですね、お得にケーブルバルブを手に入れるチャンスですので、ぜひチェックしてみてください。福袋へのリンクはですね、あの下の概要欄の方に、福袋への、商品ページのリンク貼っておりますので、そちらも合わせてご確認ください。というわけで、今回の動画いかがでしたでしょうか。2020年度の、トップ植物ランキングベスト5をご紹介させていただきました。この動画がいいねと思っていただけた方は、いいねボタンと、あと、チャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで、ハッピープランティング。